インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。キラリということで、今回はこの間予告した通り、キキケバブに見事成功したヤングさん、実は紅茶家電のピーチティーが大好きじゃないですか。大好き、ね、本当に本当によく飲んでますよね、今年ですか、ハマったの今年の、ね、2月に、はいはい、福ちゃんって友達が京都から来て、はいはいはい、福ちゃんがそれ飲んでて、うんうん、これうまいぞって言われて、うんうん、飲んだら、はい、あ、これやってなってそれから10ヶ月間ずっとこれ飲んでました。一つ覚えモードを突入したんですね。大崎さんいうところなるほどなるほど、なんだっていいんですよ。いや、だいぶね、本当にいつも飲んでるから、うん、これ自信あるんじゃないかなと思って。あのね、前に似たようなやつを飲んだことがあって、はい、どれか忘れちゃったけど、はい、全然違うなと思って、はい、これじゃねえってなってます。なるほどなるほど、うん、やっぱり紅茶家電だと。そうそう、やっぱ 2個ぐらいしか飲んだことない。なんか甘さなんですかね、ちょうどいい感じなんですかね。うん、甘すぎず。あ、僕ちょっとヤングさんが冷蔵庫に入れてたやつパクったことあるんですけど、うん、お前お得意やもん僕にはちょっと甘いなと思ったんですけどね。もうちょっと甘くない方がいいっていう声もあります、ね。はい、結構甘いなと思う。それもわからんでもない。じゃあ今回はちょっとケバブに続いて、うん、2巻、ね、もうお腹いっぱいなんですよ確かにね、通常のケバブの量の 1.5 倍ぐらい食べてます。わかりました。じゃあそれでは今回はキキピーチティー行ってみたいと、うん、ピピキーチティー、ピピキーチティー行ってみたいと思います、うん、はい、じゃあメガネを外してこちらをお願いします。これ似合いますね、ヤングさんね。いや、わかんない。それが似合うって言われても、あと嬉しくもなんともないし。こちら、行きたいと思います。はい、どうぞ。いいですか？はい、どうぞ。あれ？これいつものやつじゃないですか？なんやねんその笑いなあ。これはこれで、はい、美味しいですよ。美味しいです。明らかにいつものじゃないってはならなかった。はい、どうぞ。これがいつものやつだな。あれ？まあ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 、これはどっちのが一応強いですかね。最初のと、はい、さ今のと、はい、でも最初のかな。これもまあまあ別に。ほう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 。うん、お腹いっぱい。お腹いっぱいですか。うん、じゃあ続いてこちらいきたいと思います。これも5種類あるんだっけ。5種類あります。3個目です。これは絶対に違う。おお、違う。うん、これもございませんね本当、うん、これ絶対違う、絶対違う。全然違う、うん、何が違います。え、なんか桃分が少ない。桃分が少ない。桃分が少ない。わ、うん、かりました。ピーキーの含有量が。はい、はい。四つ目。四つ目。絶対ちゃう。でも絶対違う。絶対ちゃう。何が違うの？まずこれね、あの。はい、甘みが少ないから。あ、本当ですか。で、桃もジャワティーみたいな味やで。ちょっと足してみます。もう分かってない。手に手に混ぜ、ネクターの混ぜ方が足りんかったやつや、これな。お前、その無糖分が強すぎるわ。なんかあ、じゃあこっちの微糖のやつで混ぜるべきやったな。まあまあまあ、うん、とりあえずこれじゃない。あ、これじゃない、絶対違う、うん、指がもう最後、はい、
失礼します。違う。もう匂いが違うもん。これ美味しいけどね。へうん、でもやっぱ紅茶が強い。はい、なるほど。違う。これはこれで美味しいけど、うん、違うと、うん。じゃあ、うん、置くよ。はいはい。この中でどれかっていうと一番だ。そう、ファーストワンかセカンドワンなんです。はい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 、うん、どっちか。最初じゃね。最初。うん。一口飲んでみます。最初のやつな。2個目のこれが2個目です。あ、これお前これが2個目か。これが2個目です。これが2個目です。うん、じゃあ最初のうん、え、2個目のはこれ2個目。これ2個目。一緒ちゃうこれ。え？違うもんね。紅茶の化け物みたい。こっちかな。こっち、うん。ヤングさんがいつも飲んでいる紅茶家電の桃が入ったやつはこれです。残念。いや違うわ。残念。で、2択までは合っとるやろ。合ってる。ゴゴティーです。それは。あ、これゴゴティーなんや。はい、ゴゴティーです。もうゴゴティーいけるよ。ゴゴティーいけるね。ゴゴティーと紅茶家電でこれか。はい、多分。あ、新発売っぽいですね。うん、コンビニにも置いてあった。この前塾長が飲んでた。あ、飲みましたっつって。はいはいはい。飲んでないよ。うんうんうん、うん、ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒なんだ。俺的にはね。へー、これいけるわ。へー、近いんだ。じゃあ似てんだね。めっちゃ近い。ああそう、寄せたとちゃう。あゴゴティーがこれのヒットを受けて。あ、なるほどね。ということで、うん、これはいけるわ。はい、ケバブに続いて2冠とはならず、うん、ということで。惜しかったね。はいはいはい、ちょっと惜しかったですね。ということで、はい、まあ、締めというか、はい、お願いします。2回にわたってやりましたが、はい、ということで2回にわたってヤングさんのベロを試すっていうね、もう本当なんやねんこれっていうところに入ってますけど、はいはいはい、まあ、とりあえず今回はね、うん、だこれからもケバブを食べながらピーチティーを飲んで頑張っていきましょう。頑張れないですそれで。よし頑張ろうみたいな気にはならないですよ、ね、うん、特にね。まあ、とりあえず今回はこの辺でお別れでございます。ありがとうございました。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。